ブレット・アンダーソンはイギリス出身のミュージシャン。1992年にデビューしたロックバンド、スウェードのボーカリストであり、ナルシスティックな歌声と短美的な音楽性を特徴としている。2002年にスウェード、2005年にザ・ティアーズ、2007年にソロとしてそれぞれサマーソニックに出演し、2008年と2010年にはソロとして単独来日公演を行うなど、日本でも根強い人気を誇る。1967年、イギリスの田舎町であるヘイワーズ・ヒースの労働者階級の家庭に生まれる。実家は貧しく、ブレットは玉ねぎの炒め物が子供の頃のごちそうだったデビッド・ボーイのレコードを聴くことが唯一の贅沢だったとインタビューで語っている。子供の頃からロックスターに憧れつつ、スポーツに打ち込む日々を続ける。1989年、ガールフレンドのジャスティン・フリッシュマンと友人のマット・オズマンと共にスウェードを結成。後にバーナード・バトラーの加入やジャスティーンの脱退、サイモン・ギルバートの加入などを経て、1992年にシングルザ・ドラウナーズでデビュー。スウェードは本国でたちまち人気を博した。デビュー時のスウェードの人気はブレットの存在感によるものも大きく、当時全盛だったニルバーナのカート・コバーンやパールジャムのエディ・ベダーなどのグランジ勢に対して強い嫌悪感を表明したり、尊敬していたはずのモリッシーのことを内気で退屈で全然つまらなかったと語って関係が悪化したり、僕は男性経験のないバイセクシャルだと発言したり、ジャスティーンとの過去を嫉妬されたデーモン・アルバーンからブレットはヘロイン中毒と罵られるなど、その発言の多くがプレスから注目を浴びた。しかし、そのように音楽以外の話題で注目を浴びるのに嫌気がさした。バーナードとブレットには亀裂が生じ、1994年にバーナードはスウェードを脱退。この最大の危機を新ギタリストのリチャード・オークスらの加入で乗り切った。スウェードは1990年代を通じて人気バンドとして活躍を続けた。しかし、ブレットのヘロイン中毒の悪化などによりバンド内の状況は悪化。2002年のアルバムニューモーニングの商業的失敗の後、2003年にブレットはスウェードを活動休止することを宣言。その直後、ブレットはバーナード・バトラーと和解を果たし、2004年に新バンドザ・ティアーズを結成。アルバムHere Come the Tearsを発表するも、商業的には成功せず、レーベルを解雇され1年余りで活動休止。2007年、ノルウェーのソングライターのフレッド・ボールをパートナーに選び、ファーストアルバムブレット・アンダーソンでソロデビューを飾るも、プレスからは概ね酷評され、商業的にも惨敗した。2008年、セカンドアルバム、ウィルダネスをライブのチケット購入者に対して、USB スティックを無料配布するという形をとり、その後ダウンロード販売、自主レーベルからの CD 発売が順次なされたが、スウェード以来初めて全英チャートトップ100入りを逃した。2009年、ブライアン・イーノラとの仕事で知られるレオ・エイブラハムズを共同制作者に迎えて、サードアルバム、スロー・アタック、前2作よりも評価は高かったが、全英チャートでは最高174位と伸び悩んだ。2010年、スウェードを再結成させている。今後は、スウェードとソロ活動と両立していくという。2011年、フォースアルバム、ブラック、レインボーズをリリース。ブレットは本作に関して、たゆむことなく、ノイジーで、ダイナミック、エレクトリックギター、ベース、ドラム、そしてボーカル。フルート奏者もストリングス奏者もいないし、仕掛けもない。あるのはただ、情熱だけだ。と本作を、ロックバンドのフォーマットへの回帰になると表明している。全英103位、ハイドパークにて前日のように、ブレットは、多くのビッグマウスによっても、マスコミの注目を集めていた。その発言の一部は以下の通り、ありがとうございます。